ロジーナ・レビンは、ユダヤ系ロシア人のピアニストピアノ教師。ロシア語名は、ロジーナ・ヤコブレブナ・レビナ。富遊な宝石商の娘として、キエフに生まれる。旧姓別死。間もなく、家族に連れられ、モスクワに移り、6歳でピアノを始める。その後モスクワ音楽院にてピアノを、サフォーノフに指示。1898年に、大金メダルを得て、ピアノ科を卒業。 その後まもなく、5歳年長のヨゼフレビーンと結婚。ヨゼフレビーンの演奏会ピアニストとしての経歴が早くも好調だったので、彼女は自分の活動は夫の二の次にして、教育や二大ピアノでの夫との共演に活動を制限するとの誓いを立てた。この誓いは、夫が1944年に死去するまで守られた。 ワシーリーサ・サホーノフとモスクワ音楽院の彼の生徒たち、ロジーナ・レビーン、ワシーリーサ・サホーノフ、アレクサンドル・ゲディケ、エレーナ・ベクマン・シチェルビナ、オリンピアーダ・ダルダ・ショワ、アグライダ・フリードマンド・ジーナ・レビーンは、夫と1919 19年にアメリカ合衆国に亡命してから、夫の勤めるジュリアード音楽院ピアノ会の進学を希望する青少年のために、進学塾を開いて、 ピアノの指導を続けていた。1944年に夫が休止すると、その肩代わりを務められるだけの余裕は、とても感じられなかったが、ジュリアードの経営陣の満場一致の要望により、没年である1976年まで32年間に、わたって夫の公認教授として数々の主演を育成した。著名な門弟として、1958年に、 冷戦時代のソ連で最初のチャイコフスキーコンクールにアメリカ人として初めて優勝したバンクライバーンやジョン・ブラウニング、ミッシャ・ディヒター、ラルフ・ボタペック、ジェフリー・シーゲル、シロ、タテオのほか、指揮者のジェームズ・レバイン、映画作曲家のジョン・ウィリアムズなどがいる。日本のピアニスト中村広子も文化生の一人。独創者としては絶対に舞台に立たないとの、 かつての決意を考え直し、70代を迎えてから、ジュリアード弦楽四重奏談と共演したり、アスペン歌詞音楽祭で何度か競争曲を演奏したりした。ソリストとしての頂点は、1963年に82歳で、レナード・バーンスタイン式のニューヨークフィルハーモニー管弦楽団と初共演を行った時だった。この時、モスクワ音楽院での卒業試験以来、 64年ぶりに演奏したショパンのピアノ競奏曲第1番を演奏している。ショパンやモーツァルトのピアノ競奏曲のほかいくつかの商品集を録音した。2003年に、かつての門人で助手を務めたサロメ・ラムラス・アルカートフによって、ドキュメンタリー映画、ロジーナ・レビーンのイサンザ・レガシー・オブ・ロシナ・ラビンが制作され、 教育会や演奏会におけるレビーン夫人の数々の足跡が明らかにされた。ありがとうございます。